こんにちは、サクサのベノバ、青池夏樹です。さあ皆さん、今日は YDS でヤマハデジタルサックスでついにあれができるようになりました。あれとは何なのか、説明したいと思います。今日ですね、すごく様々なこと、複雑なことが超簡単お手軽にできるようになるんで、そのまずできるようになったことを先に言っちゃいたいと思います。さあ今日の動画は結論を先に言います。なんでかというと、長くなるんで先にちょっと理解しておいてほしいんですよね。この動画を最後まで見たら皆さんができるようになることを先に言います。まず、既存の音源曲からですね、ボーカル声をまず抜くことができる、抜き去ることができるので、まあカラオケをご自身で用意することができるようになります。これ嬉しいよね。でまずこのカラオケを用意して、でそのカラオケに合わせて YDS を、演奏するわけなんですけども、まあ例えばテンポが速いなっていう時にテンポをゆっくりもしくは速く調節することもできるようになりますね。早すぎて演奏できないなって方はゆっくりしてください。もしくはもっと盛り上げたいのと思ったらテンポを上げることだってできるんです。そして練習も反復練習、AB リピートみたいな機能でよく言うんですけれども、反復練習もすごくしやすいですね。嬉しいね。でその練習の成果を、ご自身のつまり演奏ですよ、カラオケに合わせて YDS を演奏するあの姿をですね、ご自身のスマホを使って録音をすることができるようになります。はいね。でその、YDS とカラオケをね、両方の音声と動画が収録されるわけなんですけども、その編集もできるようになるんですよ。はい、簡易的ですけど音声を、調節、まあ、つまりカラオケの音量と、YDS の音量バランスをちょっと変えたりだとか、動画の、頭とお尻の部分をトリミングちょっと短くしたりとかして、はい、そういった簡易的ですけども編集もできる、それがすごく簡単にできるので、じゃあ皆さん、もっと気軽にですね、 SNS などにですねアップロードしたりシェアしたりすることができますし、まあ、例えば人によっては、まあ、レッスンを受けている先生にその動画を送ってコメントやアドバイスいただいたりとかね、恥ずかしがり屋さんの方は、別にアップしなくてもいいんですよ。自分のアーカイブ記録として残すこともできるようになります。そんな様々なことができるようになるんですけども、こんなケーブル1本でこれができちゃうわけですよ。はい、このいろんなこと、さまざまな複雑なことが一気にできるようになるんですけども、皆さんがやるべきことはたった一つだけなんです。それはケーブルをつなぐだけ、 YDS とご自身のスマホをケーブルで1本でつなぐだけでいいんです。はい、だんだんなんかもう怪しい勧誘を受けてるような気持ちになってきたでしょ。はい、こんな簡単なすることで、こんなにお金がたくさんもらえるみたいな、怪しい勧誘の人みたいな気持ちでちょっと今喋ってるんですけど、決して怪しいものではないんですよ。はい、本当にこのケーブル一本をつなぐだけで、僕も先ほど試しましたけれども、こんな複雑なことが簡単にできるようになります。今まですごく大変だったんです。まずそもそもカラオケ音源が見つからないとか、カラオケがないから発表することができないとかいうことも今度なくなりますし、またカラオケが用意できました、カラオケ音源を持ってますっていう場合でもですね、実は録画用のスマホと別に、カラオケを再生する用のスマホや、まあもしくはタブレットとか、PC とか他の媒体が今まで必要だったんですよ。これね、今までも僕も動画で散々説明してきたんですよ。ちょっとこの動画を撮るにあたって僕の前の動画見返してみたんだけど、まあ初見だとやっぱよくわかんないなっていうのが本音なのね。はい、僕の説明力不足かもしれないんだけど、結構複雑なことを長ったらしく、まあでも一応丁寧に説明してるつもりなんですけれども、見返したんですけど、やっぱり見て疲れるなって理解するのにすごい疲れるなっていうのが自分の動画を見ての感想なんですけど、でもこれがもう今日からこのケーブル1本で済むようになるから、もう繋ぐだけでもういいんですっていう説明でおしまいです。はい、だけどまあ繋げばもうすぐ何でもわかると
つなぐだけでいいんだっていうことを僕は言いたいんですけれども、まあそれだとちょっと雑すぎるので、どんなことができるのかとか、まあちょっとつまずきやすそうなポイントを僕解説いたしますので、既存の YDS ユーザーの方はですね、もう必ず最後まで動画見てですね、この新しい YDS を使った音楽体験、っていうのを体感していただきたいなと思います。これ非常に革新的だと思いますよ。なのでぜひ最後までご覧ください。またですね、まだYDS を持ってない方も最後まで見ていただいてですね、例えばYDS を使うとこんな練習方法ができるようになるんだ、アコースティックのサックスだとですねできなかったこんな音楽体験練習体験ができるんだと、こんなに効率よく練習することができるんだと思っていただければなと、YDS に触れる機会が少しでもあればなと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。はい、今日の動画長くなります。はい、長くなるとは思うけど非常にできることが増えますので、ぜひ最後までお付き合いください。このチャンネルではですね、ヤマハデジタルサックスにまつわる様々な情報、アップデート情報などもですね、今後もアップしていきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。また動画が参考になりましたら、ぜひねいいねを押していただくとモチベーションになりますので、はい、よろしくお願いします。それでは皆さん気合を入れて行ってみましょう。どうぞ。はい、正確に言うとですね、YDS で新しくできるようになった機能というよりかは、ヤマハの、無料アプリ、レックンシェアというアプリ、これですね。はい、このアプリを YDS と接続することによって新しくできる機能となりますので、iOS、Android 両方対応しておりますので、iOS の方はこのアプリストアから、Android の方は Google Play Store でしたっけ、からダウンロードを必ずしてください。で、このレックンシェアというアプリはですね、もともとヤマハの電子ドラムとか、シンセサイザー、電子キーボードみたいなもの、まあ電子楽器と接続することによってレック&シェア、レックっていうのは録音録画のことと、シェア、SNS にアップしたりなんていうのが気軽にできますよっていうアプリだったんですけれども、それが今回YDS に対応したということなので、このアプリを、ぜひダウンロードして、ご自身のスマホにまずインストールをしてください。で、インストールが完了できましたら、いよいよご自身のスマホとこの YDS を接続していくわけですよ。で、まず、YDS 側はですね、マイクロ USB 端子がありますから、ここ接続しましょう。で、最近のスマホどうでしょう？もう片っぽ側がですね、大体、まあこれ USB-A だと、多分スマホ刺さるものないと思いますので、僕のスマホだったら USB-C なので、そう、最近 iPhone もね、USB-C になりましたからね、僕も最近機種変更しちゃったので、USB-C だったらもうこのまま刺すだけ。Android 端末なんかも最近は USB-C が多いですかね。はい、このように刺すだけです。なんですけども、未だに僕も古い、iPhone とか、iPad、なんかでね、まだライトニング端子のものを使ってたりするときありますので、まあちょっとね、ライトニング端子の方がちょっと一癖ありますので、今日は、つまずきやすい人を、なるべく救済したいと思ってますので、ライトニング端子でちょっと接続してみましょうか。で、USB-A からライトニングに、変換するものを挿して、僕の前使ってた、iPhone をですね、こう挿しますと。はい、これでまあ1本でつながってはいるんですけれども、ライトニング端子ね、もう使用上しょうがないみたいなんですけど、接続すると電源引っ張られちゃうんですよ。なので必ず電源タップから電源引っ張ってきてもらって、この電源供給がねできるタイプのものを使ってください。はい。なので、まあちょっとライトニング端子の方は、ケーブル1本とか、ちょっと言っちゃった手前なんか申し訳ないんですけど、この電源は供給してあげた方が、接続が安定すると思います。はい。さっきね、ちょっと試してみたんだけど、ライトニング端子の場合はね、電源供給しないと、結構接続切れるようです。はい。なので、ここだけちょっと注意してください。USB-C の、端子の方は、多分大丈夫だと思います。はい。電源供給しなくても、僕の環境だとできました。うん。ダメだったら電源供給してあげてください。はい。
あとは音声の方はですね、ヘッドホン端子から出力されますので、皆さんお手持ちのヘッドホンをですね、つけて YDS のフォン端子に、接続するか、もしくはヘッドフォンではなくて外部スピーカーなどに接続するっていうこともありだと思いますけど、その際はまたフォン端子から外部スピーカーに接続をしてください。まあ、基本的にはヘッドホンを使えばね、お家で無音で、演奏練習ができるわけですから、まあなんかこう YDS のね静音性というのを皆さんぜひ活用していただければなと思います。ではですね、YDS の、電源オンにしていただいたら、レクンシェアのアプリをですね、立ち上げましょう。ポチッとな。はい。そうするとですね、アプリ立ち上がって、接続情報というのが出てきます。今 YDS150 がつながっていますので、 YDS150 とね、120の方は120と出ると思います。でこの遅延時間っていうところが今30ms遅延するという話になるんですけれども、まあ僕30ms だともう全然気にならない程度の遅延だと思います。でこれがね、ちょっと Android の端末使ってる方は結構そのなんていうかな、スマホの性能によっては結構ここが大きくなる可能性があるらしいので、その場合は後で、そのタイミングとかも、微調整できますので、後ほど編集の段階でここここをっていうか、その聴覚上気になるようであれば調整をするみたいな話になると思います。とりあえずここはですね、まあおとなしく左上の完了を押しときましょうか。はいはいね、これでアプリが無事立ち上がってですね、ここの、ランプが点灯してますね。 YDS150 と書いてあって、ここの緑のランプが点灯してます。もし接続が外れちゃったり、電源供給がうまくいってなかったりすると、ここがグレーの表示に変わって、接続がなされてない状態になりますから、もう一回接続すると、よいしょ、はい、まあまた接続情報出ちゃいますけど、ちゃんと緑のランプがつくと思います。うまく接続できてない方はここちょっと確認してみてください。さあ、そうしましたらですね、まずは何でもいいのでですね、音声ファイル、まあ曲の情報をですね読み込んでみましょう。このノーミュージックって書いてあるところでもいいし、このプラスボタンでもいいですから、クリックしてください。そうするとですね、iOS の方はですね、Apple Music ローカルソングから曲を選択することができます。Android の方はローカルソングスだけですね。はい。で、この Apple Music って書いてあるので、ちょっと紛らわしいんですけれども、いわゆるね、DRM ロックというんですけれども、いわゆるサブスクみたいなサービスで聴いてる曲っていうのは、残念ながら読み込めませんから気をつけてください。だから本当の、いわゆる Apple Music で、月額いくら払って聴き放題ですみたいな、あの曲は読み込めませんからね、気をつけてください。ご自身が購入した楽曲とか、あとは CD から読み込んだ曲とか、うん、ご自身が持ってる、購入権利を持ってる曲だけが読み込めますので、はい。まあ、今日はですね、Apple Music からではなくて、まあ Android の方もいますでしょうから、ローカルソングスから、ちょっと曲を読み込んでみましょう。はい。で、ローカルソングスに、今何も入ってないんですけど、このプラスボタン、右下のプラスボタンから、曲を追加します。で、そうすると iOS の方はファイルアプリが多分立ち上がると思いますので、ちょっと先ほどね、ある曲を読み込んでみましたので、ちょっと僕ダウンロードに入れましたので、これを読み込んでみましょう。はい。で、このローカルソングから、オーラリー。ね、オーラリーという曲を読み込みます。ここにもう見えてますけども、大池歌唱版と書いてあります。ちょっと先ほど歌ってみましたので、このまあ歌ってる曲をですねから、本当にわざわざ歌ったのに、その歌をですねちょっと抜いて見ようかななんていうふうに思っております。で、こうやってね、何の抜きなしに MP3 なんかを読み込むとですね、もう勝手に解析が始まってですね、なんと BPM、まあ、曲のテンポなんかももうこれで読み込まれている状態になります。
すごいですよこれはね。大抵の曲はですね、もう本当にこのまま読み込んだだけでうまく分析が始まると思うんですけれども、うまくいかない場合はですね、まあ後でちゃんと説明しますけれども、このテンポの表示の右隣にね、この工具箱のマークというか工具のマーク、ツールマークっていうんですかね、これを押しますと。はい。で、これ、オーディオアナライズと、はい。ページが、読めなかった。はい。アナライズですかね。アナライズって多分、分析っていうことですね。はい。音声分析のページが立ち上がります。これ、かなり込み入った話にはなっちゃうんですけれども、例えば、曲の冒頭に、ふわっとしたテンポのない部分、テンポルバートとかって言ったりするんですけども、それから、テンポがしっかりと始まるみたいな曲あるじゃないですか。で、そういう時は、その範囲をちょっと除外してアナライズしてあげるといいですよとか、あと、この曲はちょっと僕、倍のテンポで撮りたいので、かける2にして、この分析ボタン、アナライズを押します。はい、そうすると正しくアナライズができました。はい。さあ、ちょっと僕ね、このアプリはもう説明書読まなくても皆さん結構直感的に使えるんじゃないかなと思うんですけども、まあ一応説明しておきましょうか。これが後ほど使うね、録画録音マークになるんですけども、今はちょっとまだ使わないでおきましょう。これが再生ボタンで、ちょい戻るボタン、冒頭に曲頭に戻るボタンとあります。で、この右上にですね、ちょっとまたぼちぼちと小さなボタンがあるんですけども、AB リピート一回ちょっと置いといて、この4って書かれてるとこね。はい、これはプリカウントと言ってですね、再生ボタンを押してからですね、4つカウントを取ってから曲がスタートするよっていうマークです。はい。これね、そうだな、例えば、曲がスタートしてからすぐに吹き始めなきゃいけないみたいな話になった時に、間に合わないじゃないですか。なので4つカウントを入れておきましょうみたいな話ですね。ちょっと再生してみる？あ、まあ、いいか。うん。再生してみますよ。これで、1、2、あ、そっかそっか。早いんだよね、この電波ね。4つ？ちょっと最初に戻って、1、2、3、4、スタート。うん、こんな風にすぐスタートするんじゃなくてってことだね。これ4のプリカウントマークを切ると、再生ボタンを押してすぐに曲がスタートするっていうことになります。で、まあここわかると思うんだけど、これメトロノームマークを押せばメトロノームのオンオフができますと。はい。で、メトロノームの音量はここで調節できます。カラオケの音量もここで調節できます。こんなもんです。はい、一生懸命歌ってますね。はい。でもしメトロノームが裏打ちみたいになっちゃって、拍の表と裏が合ってない場合は、ここの一番右のアクセントマークのところを押すとですね、表裏が入れ替わりますので、これだと今の場合は裏打ちになっちゃっておかしいよね。はい、元に戻しておきます。ここら辺は結構いじって覚えていただくといいかなと思います。で、いよいよここがね、結構面白いとこなんですけども、先ほど冒頭に申し上げた通りですね、曲のテンポを変えることができると。うん。例えば再生しながら191のテンポ、あ、これね、ごめんなさいね、順番前後しちゃうけど、 BPM 表示、ビートパーミニッツっていうんですけれども、1分間に191回拍落ちますっていう、まあ皆さんが通常イメージしてるテンポと同じ考え方なんですけども、この BPM 表示にしてると、今191のテンポで再生してるんだけど、これをちょっとずつ遅くすること、矢印ボタンを押すとガンガンガンと遅くできます。だいぶゆっくりになるね。パーセント表示がパーセント表示に切り替えることもできます。今 72%82%92%92% 72%早くすると早いね。あ、早い早い早い。うん。
で、右端のね、ぐるぐるマークみたいなのを押すと、100%、つまり元のテンポに戻りますと。まあ、BPM 表示にちょっと戻しておきましょうか。はい。で、これがさっき言ったちょい戻しマーク。はい。ちょっとずつ戻せますね。あとは最初に冒頭に戻りますよとか。あと、波形のところを、2のところを押していただければ、スタートするポイントをですね、指定することもできますと。あとはそうだね。AB リピートをなんか使っていただくと、A 地点と B 地点をこの2回クリックすることによって、じゃあサビ頭から。できるよ、ね、繰り返しといてさ、ゆっくり再生こんな風な使い方していただくと練習が反復練習っていうのがねしやすかったりしますよね。であとはYDS を吹いていこうって話なんですけども、このままだと僕の歌が入っちゃってるじゃないですか。なので、この新しい機能を使ってほしいんですけども、このアプリの機能自体は新しくないのかな。まあでも YDS で使える新しい機能を使っていただきたいんですけど、このね、オーディオトラックセパレーションっていうとこをちょっと押しますと。はい。で、説明出てくるんですけど、OK 押しましょう。そうすると、今分離中ですと、点々と出てるんですけども、これ音声をね、この分析して、ね、分離してくれる。で分離するってどういうことかっていう話なんですけども、いろんな音が重なって、そのカラオケとか曲ってできてるじゃないですか。あ、もう終わりましたね。で、その歌をですね、大きく4パートに分離してくれると。これが歌、これがドラム、ベース、で、その他っていう話なんですけども、ちょうどいいので、今リピートしてるところで聞いてみましょうか。僕が歌ってるパートから歌を見てみます。歌のマークを押すと、はい、どうでしょう。あ、ちょっとメトロノーム紛らわしい感じしましょうか。はい、どう、歌が消えたでしょ。歌戻します、はい、じゃあドラム抜いて、パートとブラスのパートだけになりますね。ベースだけ復活しましょうか。ボン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 ってなってますね。ドラムも復活しましょうとか。でここら辺のオンオフだけじゃなくて、この右端のねミキサーマークを押すと、この音量を変えたりすることもできるんですけど、まあここまでこだわるとあんまりないのかな。僕ら YDS ユーザーとしてはこの声を抜いたりするぐらいの使い方かな。そう、僕ここだけはメインのボーカルパートだけじゃなくて、コーラスパートも、録音しておいたんですけども、それもちゃんとこうやって認識ちゃんとしてくれるっていうのすごいね。まあ、歌だけにすることはあんまりないかもしれないですけど、はい。でそれで AB リピート解除すれば、そう、これで、うん、カラオケが自分でできちゃうと。こんな感じで、家庭に作ったカラオケに合わせて演奏を楽しむことができちゃうよと。はい。で、それを、まあ、このアプリ、名前がね、レックンシェアですから、レックしちゃいましょうよという話になるわけでございます。次はレックパートです。では、録画の方始めていきましょうか。この赤いボタンをね、押しますと、はい、カメラが起動されます。で、この左上のカメラボタンを押すと、はい、カメラがオンオフ切り替えられます。
オフにすれば音声だけをね、録音することができますけど、まあ、例えば、パジャマで家で練習してるとかだったら、まあわざわざ映像を映すこともないかもしれないですけども。まあ今日はちょっとカメラをオンにしましょう。で、中央のマークがインカメと外カメの切り替えですね。はい、これでインカメになりました。うん。あとはこれがタイマー録画みたいな話になりますけども、これ10秒とかにしておくと、録画ボタンを押すと、10、9、8で、やっぱり、録画するのにちょっとこうセットしたりね、時間かかると思うんで、はい。こんな感じかな。で、あとメトロノームのオンオフが切り替えられますよね。はい。プリカウントも切り替えられます。で、メトロノームはね、つけて、オンで録画、録音しても、後で消えるので、はい。なので、メトロノームはオンにして演奏した方が、演奏しやすい方多いんじゃないかなと思います。じゃあ、これを、ちょっとセットしてですね、撮ってみる？ちょっとごめんなさい。なんかあんまり画角良くないけど、まあまあいいか。なんか三脚とかね、本当は立てるといいかもしれないですけど。じゃあ、録音ボタンを押します。ちょっと途中まで。うん、こうやって、カウントが、5、4、3、2、1で、はい、スタート。うん。イントロが始まりました。ちょっと途中までですけども、こうやって録画ができました。で、このね、保存ボタンを押すと、はい、このようにタイトルをつけて保存することができますと。うん。保存押します。あれ？保存ができない。あれ？ちょっと待って。いいか。はい。さあ、で、これで保存したらですね、このバック、戻ってみましょう。はい。そして、このね、下の、レコーディングソングスというところですね。を開くと、はい、このように、今、録画したファイルが出来上がっています。うん、あ、そうだ。ちょっと説明し忘れたけど、この一番右のセッティングタブ開くとですね、いろんなことが細かく調節できたり、あとマニュアル説明書とかが読めたりね、しますので、まあ、ここら辺はちょっとまた、ゆっくり見てみてください。で、このレコーディングソングスの今、撮ったファイルを見てみましょう。で、再生ボタンを押すと、これでもちろん再生もできるんですけれども、そう。このね、鉛筆マーク、編集マークを押すとですね、なんと、音声とか、動画の、まあ、ちょっとした編集ができるんですよ。例えば、そうだな、再生してあげると、なんかイントロちょっと長いので、途中からその演奏スタートしたところからでいいなとか、こっからスタートして、お友達に見せたいとか、SNS に載せたいとかだったら、このスタート位置をちょっと前倒ししましょうか。こんな感じ？そうすると、戻って、はい、このようにイントロを削除することができました。で、そうだね、サックス音がちょっと大きいので、ちっちゃくしましょう。これだとちっちゃすぎだよね。こんなもんかな。はい。はい、これがボリュームアジャストメントっていうね、音量の調整だったんですけれども、はい、こんな機能を使えば、ちょっとした動画と音声の編集ができちゃいますよと。
はい。で、途中にちょっとだけ説明した、30ミリセック遅れる遅れないみたいなのが、まあ、聴覚上何かこう気になるようであれば、ここで、微調節してあげるとね、いいかと思います。まあ、あまりにもなんか、ズレが、感じられるようだったら、ここで微調整してあげればいいんですけども、今、ずらしちゃったので、この、更新ボタンを押して戻しておきましょうか。はい。で、右下の保存ボタンを押していただくと、これで、まあ、YDS の、あれ、音量が少し小さくなって、イントロが、なくなってるはずです。演奏がすぐ始まりね。はい。これでいい感じになったので、あれ。はい。ここから、シェアしましょう。まあ、いらないファイルがあれば削除もできますよ。はい。で、このファイルの生成っていうのを行います。多分 MP4 かなんかにですね、ファイル生成してくれます。ファイル生成しないと、この、レックンシェアのアプリの中だけでしか見れないので、ファイル生成をします。そうするとですね、ここからシェアを押せばですね、まあ、何かメールに添付したりとか、あとは、エアドロップでね、パソコンに送ったりとかもできますけども、まあ、今日は、じゃあ、写真に保存とします。写真に保存、あれ、写真に保存をすると、アクセス許可。はい。そうするとですね、iPhone 標準のね、この写真アプリの中に、はい、このように、今日、録画したファイルが、はい。再生できるようになってますので、まあ、これを、まあ、なんか、SNS にアップしたり、お友達に送ったりとかして、楽しむことができますと。はい。これが、ま、ちょっと今日、ざっくりとした説明になりますが、いいですよね。この機能を使って、また、YDS 音出し会でとかでね、みんなで、録音したものを寄せ集めてとか、なんか、ちょっとイベント考えたいなと思います。うん。このようにですね、ちょっと YDS を使ったイベントごと、まあ、オンライン上のイベントとか、まあ、今後はね、オフラインのイベントなんかもね、ちょっとやっていきたいな、なんていうふうに思ってるんですけれども、Facebook の、無料のオンラインコミュニティ、YDS 音出し会では、順次皆さんと YDS の情報を交換したり、あとは、このような新しい機能を使ってね、何か、みんなで YDS を楽しむということをしていきたいと思っております。ぜひ概要欄からですね、チェックしていただければと思います。はい。てなことで、いかがだったでしょうか。やっぱずいぶん長い動画になってしまったんですけれども、本当にたくさんのことが、ケーブル一本で、まあ、できてしまうということで、皆さんぜひちょっと、早くこのアプリを入れてですね、YDS 接続して、試しに録画、録音して、なんだかシェアして音楽制作、制作じゃないな、生活をですね、より豊かなものにしていただければと思います。サックスユーザーの、アコースティックのね、サックスユーザーの方もですね、このように YDS を使っていただくと、新しい表現ができたりとか、効率良い練習ができたりとか、はい。これすごいよね。だって、家で無音でできてんだよ。これ、まあ僕はちょっと今日録画のためにちょっとヘッドホン接続しないでちょっとやっちゃいましたけども、本当はこのヘッドホンつけて、この中だけで、こういった動画が出来上がっちゃうっていうわけだからね。はい。まあ、顔出ししたくない方は、カメラオフで同じこともできますので。はい。ぜひ皆さん活用してみてください。ということで、本当に最後までご視聴いただいた方、本当にありがとうございます。長々とお付き合いいただけて、嬉しいです。はい。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。さよなら。